動物考古学の現場出土された馬と鹿のコツイランの動物考古学者、マーヤヌマシクア動物考古学とは古代人と関係する動物依存体を研究する考古学の一部にや、動物依存体とは動物が死んだ時の異物のこと。具体的には骨、貝殻、毛、キチン、鱗、皮、タンパク質、DNA など。このうち骨と貝殻は、 遺跡で頻繁に発掘される。しかし、それ以外の動物依存体は少ない。その理由は、分解、または破壊されるためである。このことから、依存体の特定と、その意味の解釈には、困難が生じる場合がある。北米大陸東部における、動物考古学研究は、大きく3つの段階に分けて発展した。1860年頃からの形成段階。 1950年初頭からの体系化の段階、そして1969年以降の統合化の段階である。専任の動物考古学者は体系化の段階に至るまでいなかった。それ以前は単に技術でしかなく、特に研究されることはなかった。専門の動物考古学者たちが現れ出した一員として、プロセス考古学として知られる考古学の新しいアプローチがある。 これは何が起こったかではなく、なぜ起こったかに重点を置いたものである。以後、動物考古学を専門とする考古学者たちが現れ、その数は増え続けた。動物考古学は以下のような問題について研究する。食事はどんなもので、どのような方法で動物を調理したか。食べられた動物は何で、量はどのくらいで一緒に何を食べたのか。 食物を手に入れるのは誰で、年齢や性別はその手に入る可能性を左右したのか、技術や行動などの文化は食事とどう影響し、また還元づけられたのか、食事に使われた以外にどういう目的で動物を利用したのか、動物考古学は生き残った動物、生き残らなかった動物の違いから、当時の環境がどのようなものだったかも教えてくれるはずである。 動物考古学は過去を理解するだけでなく、現在、未来を改善することにも役立つ。人々が動物をどのように扱ったかを学べば、おのずと今後起こるかもしれないエコロジカルな問題を回避する助けになることだろう。とりわけ、野生生物管理には有意義である。例えば、絶滅危惧種の動物を保護するには、エリアは狭い方がいいか、広い方がいいかという問題がある。 動物考古学的証拠に基づくと、狭いエリアに生息する動物たちが絶滅する、可能性が高いことが分かっている。動物考古学者が用いる技術の一つ目は、タフノミーである。依存体が、どのようにしてその場所に堆積、沈殿したか、依存できたのは、いかなる条件でか、どのようにして破損したかを調べ、そこから分析する。二つ目は、ラボ分析である。出土された骨と、 すでに特定されている動物の骨を比較する。その動物が何であるかだけでなく、その動物が家畜化されたか否かも特定する。三つ目は、定量的研究である。骨の数やサイズから分析を試みる。そこから、いろいろな動物を食事にしなければならなかったことが、どんなに重要だったかがわかる。動物考古学は、他の研究分野とかなりの部分重複している。具体的には、 以下のような分野がある。さらに深く掘り下げて研究する際に役立つ知識は次の通りである。戦死時代の人間と動物の相関関係は食料源から共同体生活の伴侶まで多様である。死者を埋葬するときの服装といった非経済的な目的に使われたこともある。動物考古学ではそれまでもっぱら骨、歯、魚の鱗といった様々な依存体から 誰が何を食べていたかを調べてきた。しかし21世紀になると、より広い文化的、社会的パターンから人間と動物の関係性を考えるようになった。例えば、ピューマやジャガーは食べられた形跡がなく、儀式的な目的で使われていたという証拠が得られた。動物の埋葬は中世紀時代にまで遡る。スウェーデンのスケートホルム第一遺跡では8歳未満の、 子供と一緒に埋葬された複数の犬や単独で埋葬された複数の犬が見つかった。単独で埋葬された犬の中には、人間同様、火打ち石や鹿の角といった道具が複装されていた。同時代のスケートホルム第二遺跡でも犬が見つかったが、第一遺跡とは異なって、犬は墓地の北と西の境界線に沿って埋葬されていた。バイカル古近郊の 通称ロコモティフ墓地と呼ばれる遺跡では人間の墓に混じって狼の墓が見つかった。狼のすぐ下には人男性の頭蓋骨があった。狼の品種はこの地域原産のものではなく、またこの地域には他に狼の生息地が見当たらない。バザリスキとサベリエフは見つかった狼は人間との相互関係を示すものだと述べている。紀元前300年頃の宇国高原の パジリクコフン群では一人の人男性と一緒に10頭の馬が埋葬されていた。馬は蔵、ペンダントなどで飾られていた。愛された馬としては最古の馬である。考古学教授のエリカヒルは戦死時代の動物の埋葬が人間と動物の関係に光を当てるだろうと示唆している。動物考古学は過去の人間と環境の相関関係の全体論的な理解を導く。 動物依存体はそれらの相関関係を明らかにする。考古学により示された過去の知識は現在及びこれからの未来に有益な場合が多い。動物考古学は動物そのもの、近接するグループ、地域の環境の全体論的な理解に貢献するものと期待される。ありがとうございます。